カコライブ始めます。今日はね、素敵なゲストが来てくれてるんですよ。今まであの素敵なゲストってご近所さんとか、まあ皆さん知ってますよね。今日はね、男子が来てるんだよ。珍しくない？私に男子って。おじさんじゃないよ、まあ若手でね、ちょっとイケメンやばいよこれ。誰かはまだ言いません。ということで、内容は言わないよ、また後で。始めます。気に入ったら最後まで見てね。そしてチャンネル登録もよろしくね。では始めるよね。ノーマク始めるよ。いきます。まぶしい。はい、ということで、ゲストを紹介した。みんなびっくりしないでよ。いきなりイケメンが来ちゃうんだから今日はね。はい、ということでゲストを紹介します。どうぞ。どうもー、よろしくお願いしまーす。うちに来ちゃったよ、藤森くんが。やだ、ほらイケメン来たでしょ。やめてください、オープニングから聞いてましたイケメン来たよ。イケメンで若手でなんか今を撮る、やめてください。もう素晴らしい。だって今ドラマとか出てるもんね。私にしてみたら若い男子ですよ。嬉しいです。いやー、こんな素敵な方がね。めちゃくちゃ嬉しいし、実は久しぶりですね、ここ。あ、そうです初めてじゃないですよね。そうなの。一度お邪魔させてもらって。そうなんです、そうなんです、うん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 、テレビの収録で来てくれたもんね、はい、前。そうですね、お邪魔して海洋サプライズ。そう。でもあれからもう結構何年も経ったよね。え、あれ何年前ですか。もう結構4、5年前になりますか。前来た時も、とにかく瑠花子さん、ちょっとシャレだなぁ。おしゃれじゃないよ、もう古いしさ。カメラもっとおしゃれな家に住みたいよ。なんでですか、もう十分すぎるでしょ、こんな素敵な家。いやしかもキッチンの色とかなんかまだピンク。そうなの、かわいいですね。壁の色とかも結構変えたり。そうなの、そうなの、してらっしゃるんですよね。そうなんですよ、しょっちゅうなんか気分で変えるんですけどね、はい。今日嬉しかったです。お仕事ではね、何度もこうご一緒させてもらってますけど、ついこの間レスリー・キーさんの撮影でワンちゃんと一緒に撮影するっていうので、はい、スタジオだったんだよね。そうですね、撮影のスタジオで。本当気に私がね、しんごくんを口説いてね、私がね、YouTube に出てお願いって言ったら、分かりましたって言ってから全然連絡がないよでもあいつ本当口だけ男なんだなと思って、全然連絡ないなと思って、でそれで私が連絡したら、あ、すいませんでした、忙しくてって言ってくれて、はい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 、でとにかくすぐ打ち合わせしたいのって言ったら、すぐ打ち合わせしてくれて。そうですね、いや本当にごめんなさい、もうただの失念をしておりまして、独立したてで一人でやってたので、うん、もうバッタバタで、うん、YouTube チームにもりかこさんとやる企画をちょっとこう考えようって言って言ったまんまにしちゃってて。そう。でもね、それで連絡いただいて、すごいのはすぐ会ってくれて、すぐ打ち合わせしてくれて、その後ね、私絶対連絡ないと思ってたの、忙しいし、うん、だけど本当に連絡くれたから。いや、しますだけど本当に来たかったから。嘘つきじゃないんだよ、しんごくん本当にね、真面目な約束を守る男、はい、だから私こういう人だったら恋愛しても、まあ真面目だし大丈夫かなって。ちょっと、今じゃあそういう意味じゃない。私が変わったから。いや、俺もなんか照れてきちゃいました、急に。いやだ、何ですか急に。恥ずかしくなっちゃった。びっくりした、僕も恥ずかしくなっちゃいました。氷で顔を冷やさなきゃ。で、今日はだから、はい、何しましょうかっていう話だったんですけど、お宅にこう、今までゲストが来る動画拝見したんですよ、うんうんうん、で、ピーターさん、そういらっしゃって、そう、アナさん来てくれた、はい、で、お料理作る、はい、めちゃくちゃおしゃれじゃないですか、皆さん作るものが、まあまあまあ、フィーターさんなんかなんかショコショコショコって作ったのにすんごいおしゃれだ、なんか。そうそう、で僕結構考えたんですよ、これ一週間ぐらいレシピ、うんうん、兄貴もシェフだし、おお、だったんですけど、やっぱ普段料理してないから、うん、これは背伸びして、うん、かっこつけても多分当日バタバタして失敗するだろうなって思ったからそこも嘘偽りなく、うん、普段僕が本当に好きで買いに行って食べてるものを今日は買ってきました。それみんな知りたいと思う。この年代の独身の男性がどういうものを食べてるとか、慎吾くんが好きなものとか、
例えば女の人に呼ばれたらこんなの持っていくよ的な。ああ、まあまあまあ、そうですね、そういうのも。嬉しい、誰買ってきてくれたの？いいですか、早速。うん、いや、まず、嬉しい。メインっていうにはちょっと、あれですけども、もう夏なんで、これ僕、かやのやなんですけど。あ、かやのや大好き。かやのや、ここ数年ハマりすぎちゃって、で、これかやのや、ついこの間行った時に、新しく出てた。何それ。おいしそう、冷やし麺って書いてある。そう、うん、黒ごま山椒冷やし麺っていうね。もう聞いただけでもおいしそう。ガーサス、こういう、これね、新商品出てたんですよこの間、そうで、これ試しに買って、普段はなんか乳麺とか、生姜のご飯を混ぜるやつとか買って帰るんですけど、これ新商品で買ってみようと思って、めちゃくちゃうまかったんで、やばい、これとこれだけ唯一今日ちょっと包丁使ってみょうがみょうがちょっと入れると素晴らしいします。これ買ってきてくれたんだ。これをまあちょっと吸っていいね、いいね、おいで、でこれじゃちょっと食後のまあデザートなんか、何それ、これもいいよね。あ、素晴らしい。こっち1個置いて、はい、これはこれはね、開けちゃいますか。え、今 見せてく、最初にそれでも食べる、任せます。どっちどっち、食後に出しますか。そうしよっか。じゃあまずこれ作りますか。そうしよう。じゃあこれまず冷蔵庫に。ほんとすいません、なんかピーターさんあんなに一生懸命作ってくれてたのに、これもすごい楽しみだけど、言ったらもうレトルトみたいなもんですか。いやでもそれみんな知りたいし、これがどんなに美味しいかっていうのをさ、はい、みんなに知らせるのいいと思う。本当？絶対いいと思う。じゃあこれ冷蔵庫入れとこう。はい、じゃあとりあえず作ります。ありがとうございます。作ってもらいます。スタートースタート。なんかごめんなさい、本当料理動画ではないですけど全然てか何ですかこれ。今伊賀子さんが着せてくれたんですけど、超可愛くない、これ私のエプロン。あ、これレアだな。そうか、普段使ってるやつですね。そうよ、さっきまで使ってたぬくもりがあるでしょ。着てたんですか、さっきまで。そうよぬくもりある。ぬくもりと、あの、本当に使用感がこのようかわいい。こういうのも似合っちゃうのよね。ありがとう。かわいいですね、これ。かわいいね。じゃあ、これをつけて。で、これどうするの、まずお湯を。これもうね、実はめちゃくちゃ簡単で。どうするの、かわいいんだって、フリーズドライとか結構あるじゃないですか。うん。具もフリーズドライになってるから。具も実際いらないんですよ。お湯沸かすの、お湯沸かすだけでほぼ完成です。じゃあ、お湯だけ沸かそうか。すいません。はい。こうして、ここ。で、お湯が沸く。もういい、それで。あ、はい、じゃあ、沸くまで。これ、お湯を沸かします。したら、もう、それを注いで、5分経ったら、あとはザルに開けて、冷水で冷やして。ちょっと開けてみようよ。で、頭の。中に結構、シンプルです。こういう、カムが入ってて。すごーい。で、具材はこういうフリーズドライになってて。で、これが、つゆとごま山椒、水100ミリ。あ、ちょっとこれですね。器に入れてよく混ぜてください。だってつけ麺なんだ。じゃあもう素晴らしい。動画だけちょっと切っておきますね。はい、じゃあこれ洗いますね。本日唯一の、調理シーン。はい、すいません、伊賀子さんのチャンネルファンの皆さん全然料理とかしないんで。いやでもそれでもさ、すごいじゃん、いいよね。だけどこれは本当に食べて美味しいから、ちょっとぜひ食べてほしいな。いやいやいや、絶対食べたい。本当これじゃない。みょうがも六本木で買ってきたみょうがですね。六本木のみょうが。大体全部あのミッドタウンで揃う。ミッドタウン、あ、ものなんで。あの地下でね。そうです。ディーン&デルーカがあったりしてね。そうですそうです。みょうがみょうがって切ったことあるの？いや、あんまいつもすごい適当に切ってるんですけど、なんか外が取るんですか？いや取んなくていいよ。もうまんま使えるんですか？まんま使える。なんか縦長に切ったり輪切りにしたりいろいろ。うん、そう。どういう風に切る？でもさ、これに合うというような食べ方じゃん。どうしたらいい？イメージ。結構もう具として食べたい。具として食べたい。何ですか？白髪ネギみたいな感じにする。切りたいんですけど。あ、そしたら一回この上を落としてですね。はあ。あ、それ落とすんですね。はい。で、下もまあちょっと落としてですね。まず半分に切ってですね、はい、こういうふうに、おお、あ、美味しそう、みずみずしい、みずみずしい。それでこれをですね、多分こういうふうに、あ、どうですか、なるほど、あ、それなんか見たことあります、お店で。こうするとこうなりますけど、こんな感じで、はい、もっと細く方がいいですかね、
いや、このぐらい食べ応えあっていいと思う。いいですかね、はい、料理がされるから、ええ、さすがの包丁さばきですね。いや、こんな感じでリカコズキッチどうですか、ちょっとやってみてください、はい、ちょっと待ってくださいよ、ほぼほぼ使えるぐらいは来てもらいちゃう。ちょっと待ってくださいよ緊張する、緊張しないで、はい、はい、どうぞ。半分でこれリカオさん切ってる、うんうん、こうしてそう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 、めちゃくちゃ切れませんか、包丁。 それでね、この間通販で買ったばっかり。すげえ切れますけど、これすごい、スーって、スー、すごいでしょ。何すごいでしょ、ほら置くだけでスーって、ほら、うちの包丁と全然違うでしょ。これなんかね、アマゾンで見つけたので、この間開封して、はい、切れるかねって言ってたら、ほんと切れたね、これ。すんごい切れますよ。あ、いいなぁ、男の人が料理してくれるっていいなぁ。動画切ってるだけですけど、これなんか彼氏が来たっていう感じなんだろうな。え、これ彼氏だったらエプロンなんかしないだろうな。もうちょっとでできるから待っててね、リカゴ。いやもうちょっとでできるからね待ってて。そんなこと言ってくれるのかな彼氏って。言わないでしょ、彼女に。そんなこと、誰かのためにそうやって料理あんま作ることないですから、普段。うん、でもいいかもしれないですよ、こういうのも。いいよ、やっぱ女性に作ってもらう機会の方が多いじゃないですか。そう、女の子に作ってあげて。そう、絶対男もね、こうやって作ってあげるべきなんですよ。いや、絶対だよ。わあ、いいなあ。あ、すっごいいい感じ。しかもいい香り、これいいみょうがだ。本当だ、さすがギロッポンの。ギロッポンのみょうが。いいね。ギロッポンのガーミョウですね、これ。いいね。OK です。はい。もうこれで下ごしらえ OK なんで、はい、あとお湯が沸いたら。切れるんだけ。これ麺とフリーズドライも一緒にお湯で戻すんですよ。オッケー。なんか器いただいても、はい、なんで、あ、オレンジ、そのオレンジのとかにもいいぐらいの、オレンジですよ、はい、これで、あ、これいいですね。ここに麺こうやって開けるじゃないですか、うん、これで2玉のここに入れます。入れます。なんか美味しそう、こんな感じできた。で、うん、このフリーズドライでの具材が、そこに入れちゃうの。はいはい、それ取りたい、それ取りたい、それ取りたい。これでもう、これで具材も一緒に戻しちゃうんですよ。すごくない？で、ここに、うん、お湯、いいよ、いいよ、お湯入れて、これ5分放置。いいよ、放置するのね。いきますよ。はい、はい、はい。おー、もうちょっとすごいね、これ。これめちゃくちゃ楽なんですよ。いや、本当にすごいと思う、こういうのって。それで美味しいんでしょ。はい、これで美味しいんですよ。だったら料理作らなくていいぞ、うん、タイマーの付け方がやけになんか慣れてるな。めちゃくちゃ分かりやすかった10分1分すごい。じゃあこれはこれで OK、はい、で5分経ったらザルに開けるでしょ。じゃあもう器だけ用意しておいていいですか。かこれ大きすぎる、もっとちっちゃいの。どれこれいいね。じゃあ色違い、いいね。めちゃくちゃおしゃれ。ないね。いいね。おしゃれだね。いいね。食は器から始まりますね。そうなんですよ。わかります？やっぱちょっと全然持ってないから。いやでもやっぱり器が決めて、うん。やっぱお店とか行くと、あ、なんか美味しそうだなって思います。うん、まず出てきた時。うん、私もそれが。なんかこういう簡単な料理でも器は可愛い方がいい。これすごいですね。ね。可愛い。いい。冷たい、うん、あれをじゃあ100ミリお借りします、ね、もちろんです。もうつゆ開けときます。だってさ、でもさ、冷たいのすぐの方がいい。あと2分だよ。ギリにしますか。ギリにする。水はすごいね。こんなのお家帰ってすぐできたら美味しいよね。いや、そう、これ衝撃でしたよ、本当に。すいません、すごいなぁ。本当かやのや外れないっすか。あら、ハサミどうしたっけ。あった、マリがハサミ。やっぱりさ、若いとさ、そういうのすぐ開くんだね。どういうことですか。私ね、はい、あのね、最近ね、はい、自分で若いつもりでいるんだけどさ、はい、こういうのもさ、こう、あ、これ開けられたんだけど、はい、もうね、開けられないの。え、そんなことあります。例えば犬の散歩行くじゃん、はい、で、犬のさ、なんかほら、あるじゃん、袋、はい、あれがさ、全然カサカサでさ、開かないの。あー、あの、重なってる部分が、うん、あれは僕もさすがにビロンとしますよやっぱりもうやっぱ38になったら全然乾燥しますからね。よかった、はい、私だけじゃないんだ、あれは全然。あー、びっくりした。私さ、本当にこういうのが最近開かないの。なんかハサミがないと生活できないっていうね、うちのママがよく言ってたのよ。なんなくたってだできるでしょってよく意地悪言ってたんだけど、やっぱり本当だった。ハサミがありますから大丈夫です。
これはさ、水で溶いて食べるわけ？そうです、これ100ミリずつ入れて、もうふわーってして、冷たいスープができて、そこに冷たい麺を入れるわけ、うんうん、あ、じゃあこれって冷たくないじゃん、どうするの？あ、これ冷水でちょっと。で、これだってさ、これとこれも冷水で洗っちゃうの？そうです。一緒に？あの、野菜も。すごいね。そうそういうことなんだ。めちゃくちゃこれ楽なんですよ。ちょっと見てみ、あ、そうめんみたいだ、ほらみんな。ほら。ありますよ。わあ、すっごい簡単じゃん。あ、もうあと34秒だ。あ、いい感じになってきました。じゃあちょっとザルを返して、はい。そのザルちっちゃすぎる？いや、でもいけんじゃないですか。いけんだね。もうちょっと大きいのもあるけど。そうですよ。平気？はい。じゃあ。熱いよ、熱いよ。あ、それでいいんだ。え、それでいいの？これで、うん、水。あ、こっちこっちこっちでやって。うん、浄水ですね。うん、浄水。これで、うん、もう、あ、え、野菜がいきなり楽いいの？うん。ここがいいとこだ。めちゃくちゃ楽ですね。ねえ。今度はね、男の料理ってもうめんどくさいものを全部排除したいんだよ。調味料使わないとか。そういうのをさ、しっかりと入れるの、入れて、ちゃんとレトルト、美味しいレトルト。だって麺なんてびっくりだよ。いや、本当にこの麺がね、すっごい美味しいの。やばいね。なんでそんな慣れてんのそれ。すごいよ。これすっごい好き。もうハマりすぎちゃって。マジか。はい。じゃあこれで、はい。でも、すぐ作っちゃいます。じゃあ、お水いただきます。はい、どうぞ。はい。そして、はい、びっくりするぐらいこのね、だしがうまいんですよ。はい、もうこれでスープ完成しました。はい、そしたら麺をもう均等に。おお、トングの方がやりやすい。大丈夫？あ、大丈夫ですよ。慣れてる、これに関して。いや、めちゃくちゃ簡単ですか。これに関して慣れてる。めちゃくちゃ簡単なんです。すごいな。いや、美味しそう。いや、でもこんな簡単なものでもっていう言い方ちょっと怒られるかもしれないけど、誰かがやってくれるってこういう幸せって本当にいいね。私ほら、息子がさ、はい、料理を作ってくれるのよ。すごい素敵。すごい美味しいもの作ってくれるんだけど、また息子が作ってくれる感覚とちょっと違うじゃない。あ、そうですか。うん、ちょっと息子っていう感じよりはもうちょっとお兄さんじゃん。はい、まあそうですね、もう38、もうおじさんだけど言うてみれば、はい、若手のおじさんな、若手のイケメンのおじさんだから、なんかやっぱ息子とはちょっと違う喜びがあるね。うん、もう久しぶりですよ、待って女性で最後ちょっとこれ今日はいい。あ、みょうががやっぱりね、なんかちょっとシェフっぽいよ。いいですね。お兄さんがやっぱりみょうが最後に乗せます。お兄さん日本料理作ってるんですか？イタリアです。兄さんに今度来てもらいたい。ああ、もうぜひぜひ。来るかな、お兄さん。お兄さん出てくれるかな、私の YouTube に。全然いいと思います。やったお兄さん、イタリアン作ってくれるかな。今しかもちょうどお店をもう去年辞めちゃったんで。明日来てって言って、電話してくれる？わかりました、ちょっと聞いておきます。嬉しい。できました。イエーイ、完成。ちょっとこの完成始めましょうか。いいですね、みょうがのせると全然いい。完成。はい、超美味しそう。黒ごま山椒冷やしそうめんでございます。イエーイ、作ったぜ。できたぜ。食べよう。はい。